先日、ヌーベルバーグを紹介したと思うんですけれども、またネット通販などで、届いた苗がいくつかあったり、あとさらに買い足した苗がビオラとパンジーがあるので、またご紹介したいと思います。はい、こちらはネットで予約してようやく届いたレインボーウェーブアプリコットローズビーコンという品種になります。去年から気になってたんですけど、ちょっと様子を見ていたというか、買わなかったんですけど、今年はちょっと我慢できずに予約しました。この大きめのビオラに、そうですね、4センチ弱ぐらいはあるかな、結構大きめなんですね。もうパンジーと言われてもなんか大きさ変わらないんじゃないっていうぐらい大きいんですけど、丸いお顔に虹がぶわっと出てすごく素敵だなと思いました。これもね、ちょっともしかしたら今はピンクがかった赤なんですけれども、季節によってはお色がどんどん濃くなったり明るくなったり変わっていくのかなと思います。春までこうちょっと変化を楽しみたいなと思います。はい、こちらもですね、ビオラレインボーウェーブピンクローズビーコンです。先ほどご紹介したものが、ちょっと赤、ほんのちょっとの違いなんですけどね、こちらが赤っぽいものに対して、こちらは、ちょっとローズですね、濃いピンクといったお色味になっています。こんな感じです。苗はしっかり詰まってて、花芽もいくつかついていました。ビオラ16夜、あ、間違えたイザヨイビオラって言うんですかね、イザヨイという品種だそうです。くるんとなってしまってるんですけど、ちょっと淡いピンクというか 赤ピンクに真ん中が少し黄色いブロッチみたいなのが少し入ってる感じですかね。これちょっとお花小さいんですけど、あ、ここにちょっとほんのりにじみが出てますね。紫の、あ、すごく可愛いかも。あ、こっちのお花にはあまり出てないんですけど、こっちは出てますね。寒くなってきたので、ちょっと濃いめにお色が出てるのかもしれないです。私今年はあまり小さいビオラ買ってないんですけど、なぜならば花柄摘みが結構去年大変だったからなんですけど、でもこれ一鉢ぐらいあってもいいかなっていう感じです。すごく可愛いです。こう揺れる感じがこんな感じで、はい、こちらは、身元園芸さんのシェリルの片思いと、ピーチランドですね。この可愛らしいタグのシリーズです。こちらはピーチランドという品種になります。これはすごい可愛いですね。このにじみがとっても可愛いです。こちらもネットで届いたので、どんな感じのものが届くかわからなかったんですけど、購入して正解でした。もうやっぱりネットはちょっと当たり外れがあるので、届くまでドキドキするんですけれども、これは良かったんじゃないでしょうか。ちょっとシックなね、バーガンリーレッドがちょっとこうベージュに滲んだような感じの花色で、若干花びらの先がギザギザしていて、それもまた可愛いです。こちらはシェリルの片思いになります。ネーミングがとっても可愛いですよね。このなんていうんだろう、アニマルタグ系のやつって結構こう可愛らしいのが多いなというイメージがあります。こちらはちょっとこう焼けが入った感じになりますね。ベージュに淡い紫、こうちょっとアプリコットも刺していたりとか、一つ一つのお花の表情がよく見るとちょっとずつ違うっていう感じのビオラになってます。小輪系のビオラです。こちらはエボルベという品種になります。私の大好きな品種です。これを
最初に買ったのが3年前だったかな。なんかそれで結構ビオラに目覚めたので、こんなに素敵なビオラが世の中にあるんだと思ってびっくりした記憶があります。夢中になってそれからビオラにハマっていったんですけれども、こちらは後輩選びなどをお手伝いされている川越ろ過さんという個人育種家さんがいらっしゃるんですけれども、そちらの方が、お手伝いをしているビオラになります。進化を続けるビオラ、エボルベですね。このタグもすごく可愛いんですけど、お花が毎年本当にいろんなお花が出ていて、なんか今年私多分好みがすごい偏ってしまって、ちょっとパープル系が多いんですけど、実際にはもう本当にいろんな色があって、ちょっともう選びきれないぐらいあります。鮮やかな色のものが多いイメージですかね。前に買ったのはピンクと黄色のこうフラッシュが入ったものだったりですとか、ちょっと個性的なものがとにかく多くて、どれを買うか迷って結局4株も買ってしまいました。はい、こちらは見てください、このレインボーカラーというか、ね、茶色いのにこっちは紫で、1株で2度も3度も美味しいみたいな感じなんですよね。もう全ての花が一つ一つが個性的で、もうこれもフラッシュがすごく入ってますよね。このフラッシュにやられてしまうんですよね。魅力に取りつかれてしまって、毎朝水やりのたびにニヤニヤ眺めています。こちらはもっとクリアな紫にさらにピンクと黄色が入ってますね。で、花の形もちょっと個性的で、花弁がギザギザなんですよ。わかりますかね。で、ちょっとこうパピオンタイプというか、花びらがすごく個性的です。これとちょっと似てますかね。これがもっとこう大人っぽくなった感じ、色味的にはそんな感じです。こちらはシックな紫に、淡い紫のグラデーションが入っています。で、ちょっと強めのフラッシュが入る個体もあるみたいです。もう咲く子咲く子で、なんていうんですかね、そのつぼみが開くたびに表情が違うので、本当に見ていて飽きない品種だと思います。ヌーベルバーグとかね、トラキュラとかすごく有名なんですけど、こちらのエボルベもとても素敵な飽きさせないビオラだと思うので、見かけたらぜひ手に取ってみてください。はい、こちらは、ローブド・アントワネットですね。先日ご紹介した里園芸さんのまた大人気品種ですね。こちらは私は、地味なのが好きなので茶色を買ってきました。本当はもっと明るいピンクとか、こうアイボリーとか可愛い色がたくさん並んでたんですけど、一番地味だったこの子を連れて帰ってきました。で、咲き始めがこうちょっとね、赤っぽいブラウンで、で、こう咲き切るとこういう茶色になる個体を買ってきたみたいです。こうもっと花がバーってつくと、その差がはっきり分かってもっと面白いかもしれないですね。こういった個性的な苗は一つ一つの鉢に植えて楽しむタイプなんですけど、これは先日買った白いアンティークの鉢で寄せ植えなどをして飾ってみたいなと思いました。やっぱりちょっと優雅ですよね、フリルが。好みが分かれるところではあると思うんですけど、一度育ててみたかったので今年手に入れられて満足です。はい、で、こちらもちょっと今年、気になっていた品種で、横浜セレクションですね。こちらは、フレアブルーという品種になります。すごく深くて綺麗な青色をしています。このにじみがとっても美しいです。綺麗ですよね。
で、そしてあの周りにこう白い覆輪がついている個体を選んできたんですけど、これついてないものもあるんですよ。で、私はついてる方が好みだったのでこちらをゲットしてきました。思ったよりも花が大きくてですね、もう少し小さいのかなと思ってたんですけど、とても華やかで一株でも存在感が際立つんじゃないでしょうか。はい、こちらは MSK ガーデン松林フリンジビオラ、アールヌーボーホワイトミックスになります。あ、いろんな色幅がある中で、ちょっとホワイトっぽいのを注文したみたいですね。もう8月とかに注文しているので忘れてるんですよね、買ったのも。で、こんな、あ、白を頼んだんだっていう感じで、これだけ見ると、まあ、割とその辺の園芸店さんでも普通に売ってそうな感じなので、わざわざ注文しなくてもよかったのかなっていう気はするんですけど、でも寄せ植えとかに良さそうですよね。使いやすそうな感じです。はい、でこちらがイタリア貴族のスミレって書いてありますね。ムーランフリルネロ、私黒く、とにかく黒いお花が好きなんですけど、これすごく楽しみだったのに残念ながら生育がよろしくなくてですね、まあ、かろうじてもう一個つぼみが上がってますけど、そもそもがこの枝分かれというか、の新しい枝があまり出てないんですよね。これ大丈夫かなとちょっと心配なんですけど、なるべく早くいい土に植え替えてあげたいと思います。食べられるスミレですって書いてあります。ニームで無農薬栽培、化学農薬は一切使用しておりませんって書いてあります。まあ、食べたりはしないんですけど、でもそれが売りみたいです。 たまにね、エディブルフラワーとかでビオラとかサラダに入れたりすると可愛いっていうのをテレビとか雑誌では見かけるんですけど、自分ではやったことありません。我が家も無農薬栽培ですが、なかなかビオラをサラダに入れて食べようという発想はありません。近所の園芸店さんで見つけたボスプレミアムって書いてあります。いや、これね、ちょっと一目惚れでしたね。とっても可愛くて、ウサギ型っていうんですかね、ラビット型、パピオン、なんかどっからパピオンでどっからウサギなのかちょっとわかんないんですけど、もうこれもすごく一個一個個性的で、表情の出方、にじみの出方が株によって全然違ったので、私はくっきりはっきりしたにじみのお顔が分かりやすい子を選んできました。でこちらは多分結構皆さんご存知というか、タイガーアイで、去年も買ったんですけど、また買ったのはなぜかというと、このちょっと青いにじみがあってとても美しかったので可愛いなと思って買ってきました。